8月の連休に山梨に行った2日目の後半です。旭山支線の後、白の WR さんと再合流して明野方面から金ヶ岳線、奥山線、柏山小森川線などを通り、柏山線から岩下線へ向かっています。山梨は林道が多く、その林道をつないで走るとかなりの距離を楽しめます。今回は山梨のオフローダー熊ゲートさんに素晴らしいコース設定をしていただき、とても感謝です。路面がダートから舗装路に変わりました。そして集落は見えてきました。岩下線の入り口に到着です。路面は整備されているようで、周りを見ると木材の伐採が行われているようです。伐採された木で行く手を遮られています。前方では今まさに伐採作業中でした。通っても良いとのことで通過していきたいと思います。倒れた木が浮いており、そこで滑ってしまって通りにくくなっています。ここで伐採作業をされている方が木を切ってくれました。非常に感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます。お仕事中にお邪魔した上にお手間を取らせてしまいました。本当にありがたいことです。ありがたい。俺だけ殺しちゃったの。本当だな。伐採現場を過ぎて先に進んでますが、ここからは車両の交通があまりないようで道が荒れています。大きめの石がありますが、草が生えててよく見えませんので、注意して走らないとやばいです。行く手を遮る怪しい植物。バイクは通っているかもしれませんが、四輪は長らく通っていないようです。
廃炉っぽい感じで、人が作った道が自然に飲み込まれていくようなちょっと不思議な美しさがありますね。砂防ダムがあったり、何らかの建築物があったような跡もあります。この後は水垣湖でお昼を食べ、横山線、松平線へ向かいます。横山線の入り口です。写真を撮ったり動画のカメラの準備をしていたら皆さん行ってしまいました。雨が降った影響はあるものの、フラットで急な勾配もなく、とても走りやすいです。コーナーは大きめなものが多く、ヘアピンみたいな低速コーナーはあまりないようです。勾配はきつくありませんが、徐々に高度が上がっているようです。時折開けた場所では高いところを走っていることがわかります。頑張って走ってますが、やはり250の方々には追いつかないですね。で、すでに250の方々は休憩してました。見晴らしの良いポイントですが、気になるのがやばそうな雲です。昨日は雨に降られてますので、ちょっと心配です。この辺りの木は伐採されていますね。とても見通しがよく走れます。WR が大変なことになっています。大丈夫、怪我とか大丈夫ですか？はい、怪我は大丈夫。減速中に道路中央の砂利が山になっているところに乗ってしまったようです。山になってる。横山線から県道610号へ出て松平線に向かいましたが、その間雨が降り出してしまいました。松平線に着く頃には雨は止みましたが、いつ降り出すかもしれない天気です。雨の影響で時折
こんな水たまりや泥があります。でもフラットで小石のある路面はとても走りやすいです。前の CRF さんが走っていますのでコーナーが読みやすくて助かります。しかし立ち上がりで一気に置いていかれます。いきなり鹿が飛び出してきてびっくりしました。この辺りがかなり雨の影響が強かったみたいでハンドルを取られるような溝ができてます。ここでダートも終わりです。なかなか気持ちよく走れました。この後クリスタルラインから焼山峠へ行く途中から雨となり甲州市まで行って解散となりました。解散後は国道411号で奥多摩を通って帰りましたが雨の中またもやずぶ濡れとなって帰宅しました。雨はとても残念でしたがたくさんのダートを走ることができ大満足の2日間でした。